宇宙世紀、人類の粛清を目論むシャー・アズナブルの反乱によって、地球は小惑星アクシズの落下という危機に瀕していた。地球へと落下を始め、互いに彼を、ユー、自分を救った時は、宇宙世紀連邦軍すべてはそこから始まったことだ。誰か私を止めて。早く、あの青い機体を破壊してください。誰か。戦慄のブルを開始する。手加減はしない。捕らえた。こちらがその気ならば遠慮しない。覚悟しやがれ。よし、いつぶちかますぜ。覚悟しやがれ。やられるもんか。
We'll be right back.
なぜ？なんだ？やろう、上等じゃねえか。鳥を押さえてやるぜ。
でかかる。
食材などいらん、消え去れ、死ね、愚かだな。こさくな、ふざけた真似を。
ユーたちの前に現れた連邦とジオンの2つの青いモビルスーツ。この出会いは偶然なのか。そして戦いを終え帰還したユーの目の前にはその青いジムが立ちはだかっていた。困惑するユーの前に一人の男が現れ、その真意を語る。ユー・カジマ君だね。俺の名はアルフ・カムラ、技術士官だ。この機体はブルー・ディスティニー。俺はブルーと呼んでいる。ブルー、お前の腕を見込んでこのブルーを任せたい。こいつは見た目こそジムだが全くの別物だ。ジェネレーター出力は通常のジムの 17% 増し、各関節の駆動系にも手を加え、運動性も 20% は上がっている。かなりのジャジャ馬だ。しっかり手綱を掴んでもらいたい。次の作戦ではこいつで大活躍してくれ。よろしくな、ユー・カジマ中尉。中尉？中尉への昇進とともにブルーのパイロットとなったユー。しかしそれはユーが運命の波に飲み込まれた。そう、青を受け継ぐ者。Thank you.
落としてみせる。ぜひ。これ以上お前の好きにはさせない。遅い。この女の声は一体。この人が私に乱暴をする。クソ、何なんだこれは。Thank you.
そこにいたかマリオ、私を憐れむ必要はもうないのだよ。
やめて、ニムマス、やめて。やはりそうか。貴様の来た女、それがマリオなのか。貴様、この前のパイロット、このエグザムに。
Thank you.